こんにちは、ばあばです。今日はこのうさぎの折り方をご紹介します。とても簡単に折れるかわいいうさぎです。では早速作っていきましょう。用意するのは15センチ四方の折り紙が2枚と、あと糊を用意してください。1枚は顔で、1枚は体の部分になってきます。まず顔の部分から折っていきます。白の面を上にこのような状態で置いて、下の角を上の角に合わせるようにして三角形に半分に折ります。さらに右の角を左の角に合わせるように半分に折って、この時全部を折らずに下の縁のところだけ軽く目印程度に折り筋をつけておいてください。軽く折り筋をつけたら開きます。上の角を今目印でつけた印に合わせて、下の縁に合うように角をまっすぐ下に折り下げます。裏返します。そしてこの目印でつけた印のところから右の部分と左の部分をそれぞれこのように上に折り上げます。折り上げた時にこの折り目がちょうど裏の三角形の縁に揃う感じになります。こちらも同じように折り上げます。次は右の角と左の角をそれぞれ中心に合わせております。このように内側に折って、その時にこの角がこの横の折り筋にぴったり合うように折ってください。左側の角も中心に向けております。角を下に折り下げます。ちょうど縁と縁がぴったり揃うように、このように上の縁と下の縁が揃うような感じにこのように折り下げてください。反対側も同じように角を折り下げます。ここまで折れたら裏返して表を出します。下の角の一番上の1枚だけを上にこのように折り上げます。ちょうどこの下の斜めの縁のちょうど半分ぐらいの位置からまっすぐ角を上に折り上げてください。そして上に来たこの角をほんの少し下にこのように折り下げます。これで顔の部分が完成です。次に体の部分を折っていきます。白の面を上にこのような向きで置いて、上の縁が下の縁に合うようにこのように半分に折ります。
さらに半分に折って折り筋をつけます。折り筋をつけたら今折った部分は開きます。上の縁がそれぞれ今つけた折り筋に合うようにこのように折り下げます。裏返します。横の縁がそれぞれ中心の折り筋に合うように折ります。この横の角を起点にするように下の角を斜め上に折り上げていきます。この角のところからこのようにこのように斜めに折り上げます。そして上に来たこの角が今折った折り目に合うようにこのように折り下げます。反対側も同じように折っていきます。この角のところを起点にして斜めに折り上げて角が折り目に合うようにさらに折り下げます。これで体の部分が完成です。顔のこの隙間に体の上のこの角をこのように挟み込むようにして顔と体をつなげて完成させます。挟み込むだけではぐらぐら動いてしまうので、糊を用意して体のこの上の角のところに糊をつけて貼り合わせていきます。角の上のところに糊をつけたら、顔のこの隙間に挟み込んで、顔と体を固定します。はい、これでうさぎの完成です。最初に見本でお見せしたように顔を自由に描いて可愛く仕上げてあげてください。そしてこれは通常の15センチ四方の折り紙で折りましたが、4分の1の 7.5 センチ四方の折り紙で折るとこのような小ぶりの子うさぎに仕上がります。うさぎの折り紙は秋のお月見や4月のイースターの時期にもぴったりの折り紙です。簡単なのでぜひ折ってみてください。